今回は2月22日の調整で降下時間が 11.6、14.2 カウントと大幅に強化されたアンコモンチョウナを紹介していくで、経力効果は指揮5で武力プラス5、オサム調律プラス2、味方部隊が撤退するたびにさらに武力プラス1、オサム調律プラス2ずつ。スペック経力ともにレア崩壊とそっくりやけど、こっちは速度上昇がない代わりに指揮が1軽い感じやな。騎馬2枚のわらデッキは扱いが難しいけど、速度上昇を補うために今回は経力も特技も相性のいいアンコモン走行を採用したぜ。守ってみせる。
気ままに生きる、こいつは楽しいぜ。魂は救われない。知ることに、この刃は鈍く輝く。
なんと強欲な。撃ち抜く。を使うのを想定した位置取りで、もっと早く頼むから限界抜き取ったらなぁと反省。計略は衛星の女だけに
プレイヤーのミスで潰してしもったんが悔しいわ。魂は救われない。なんと強欲な。それよ。それよ。ずらだぜ。それよ。もっと。強くならなければ。この地に実りを。魂は散るごとに、この刃は鈍く輝く。それよ。見せてやるぜ。いただきだ。さあ、この世との別れは済みましたか。もう動けん。私と共に天地の恵みを分け合いましょう。見せてやるぜ。なんと強欲な。ずらかせ。道を開けなさい。因果ですね。ああ、もうグダグダやわ。オフラを張り付くまでにもう少し削っとくべきやったな。うわ！
この世との別れは済みましたか。なんと強欲な一撃でことをなせるの。魂は散るばかり、この刃は鈍く輝く。さあ、この世との別れは済みましたか。私と共に天地の恵みを分け合いましょう。因果ですね。もっと強くならなければ。ホーム開放ね、私の血。それよ。いじめるよ。なんと強欲な。もう動けん。ご視聴ありがとうございました。復活系のデッキが得意な人やスペック採用にもおすすめでできる一枚やと思うで。